アルフォンソ・ジョンソンはアメリカのジャズベーシスト。1970年代初頭に頭角を表して、以来、影響を与え続けている。ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。ジョンソンは、最初はアップライトベースの演奏者だったが、10代後半でエレクトリックベース奏者に転身している。プロとして1970年代初頭に演奏活動を始めるが、 革新的な技術を取り入れ、エレクトリックベースを滑らかに、かつ素晴らしく弾きこなした。ジャズミュージシャン何人かとセッションをした後、ウェザーリポートに加入することになるが、それはバンド創立時のメンバーの一人である、ミロスラフビトウスの後を継ぐということであった。ジョンソンの演奏は、ウェザーリポートのアルバム、ミステリアス・トラベラーでは収録された2曲、キューカンバース・ランバーと、 スカーレットウーマンで聴くことができる。ジョンソンはさらにもう2枚のアルバムに参加している。テールスピニンとブラックマーケットである。その後、彼はドラマーのビリー・コブ・ハムと交流するため、バンドを辞めることになる。1976年から77年にかけて、ジョンソンはバンドリーダーとして、エピックレコードから3枚のソロアルバムを出している。その内容は、 フュージョンファンクスタイルの音楽であった。ジョンソンはチャップマンスティックを公の場で使用した最初のミュージシャンの一人である。チャップマンスティックに精通していたことから、1977年にギタリストのスティーブ・ハケットが辞めた後のジェネシスに加入するよう誘われている。彼にとっては大きな利益をもたらす仕事であったが、彼はギタリストというよりはベーシストであったため、 彼の友人で、元スイートボトムのギタリストであり、セッションミュージシャンでもあったダリル・ステューマーを代わりに推薦している。ダリルは、1993年までジェネシスのツアーバンドのギタリストを務めた。また、2007年のリユニオンツアーにも参加している。ジョンソンは、フィル・コリンズのファーストソロアルバムである、夜の囁きに参加した二人のベーシストのうちの一人でもある。 1982年の初頭、ジョンソンは、グレートフルデッドのメンバーである、ボブウェアのサイドプロジェクトである、ボビーザミッドナイツに参加している。2000年には、フィルレッシュに代わってサイドウェアと合流し、ザザーワンズツアーに参加している。ジョンソンはまた、ジャズイズデッドというバンドでビリー・コブ・ハムと共に、グレートフルデッドの曲を、フュージョンのスタイルでも演奏している。 1983年には参加したジェフリー・オズボーンのアルバムステイ・ウィズ・ミー・ト i ナイトのタイトル曲がヒットしている。1985年から1989年にかけてはラテンロックバンドであるサンタナに参加している。1996年にはスティーブ・ハケットのアルバムジェネシス・リビジテッ d の収録曲ダンス・オンエーボル系の カウンテン・オブ・サルマキスでベースを演奏している。1996年後半には、作曲家であり、サックス奏者でもあるウェイン・ショーター、ピアニストのジム・ビアード、ドラマーのロドニー・ホームズ、ギタリストのディビット・ギルモアたちと一緒にヨーロッパと日本でツアーを行っている。2011年の秋以降は、カリフォルニア州立大学のオスリージ校の音楽学部で音楽教育を教えている。 エルメイトパスコアール・アブラクサス、プール・ロット・アージェント・ビリー、コブ・ハム・ジョージ・デューク・バンド・ジェット・ベーカー・ディー・ディー・ブリッジ、ウォーター・ジョージ・ケーブルス・フィル、コリンズ・スティーブ・ハケット・エディ・ヘンダー・ソン・ジェフリー・オーズボーン、フローラ・プリム・サンタナ・ウェザー、リポート・ボブ・ウェア。ありがとうございます。